葬式というのは亡くなった者のための儀式という体裁はとっているが、本当は残された者のための儀式なのだと思う。今日集まっている者は皆自分の中に何かを抱えていて、それと向き合うためにここにいるのかもしれない。君はテンテルシウスを尊敬していたし、彼のためにこそ戦えた。だからその心中を思えば、下手人に制裁を下すことに躍起になるのは仕方がないと思う。しかし共に戦った仲間として、あえて警告をしたい。テンテルシウスのことを大事に思うならば、彼の望んだ大義を第一に進むんだ。でなければ、かつて私は孤独の塔に閉じこもり、世界の物語の外側に自分を置いていた。時には喜びに泣きながら、時には怒りで苦い思いをしながら、泉に映る世界の様子を覗き込んだり、石を投げ込んだりしていた。いつも自分はよそ者であり、傍観者であり、観客であり、不機嫌な評論家であった。道義でこの件が上がる予定だ。評議員の様子は？クジャクも狩りも記事も怒っている。このままでは憂鬱はやばい。尾長と雷鳥は？記事に準ずるだろう。この件、なんとかウグイスに預からせてほしい。それは、そうしたいところだが。希望が通らねば評議会はやめる。そんな話通るか？通るさ。狩りと記事の弱みを握っているからな。道義は内容を変え、俺が先に出す。憂鬱は評議員を罷免、身柄はウグイス扱いとなる。分かった、協力する。では、明日どうするつもりだ？憂鬱は3日ほど扱ってくれ。犯人のリーク情報でおびき寄せよ、うん、一度何もかもが大崩れしたと感じても絶望してはいけません。どんな状況に陥っても必ず希望の明日はやってくるのです。私は心の中に廃墟を持っていました。その廃墟が私の全てを飲み込んでしまうのように、時間が必要だったのです。正直に言えば、その時間をやり過ごすことは私にとってはとても辛いことでした。苦しくて惨めなことでした。だが、生きて命をつないでいくことが肝要です。劇団青山家旗揚げ公演、清水邦夫作、朝にしず、青山郁彦、杉本茜出演。12月27、28、大阪カナリア条約、1月6日から9日、東京スタジオザップ、チケット好評発売中です。